こんにちは、白木です。お久しぶりです。石切りタイムス、3回目。今日のゲストは写真家、カメラマンの木目哲也さんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、カメラマンの人って初めてなんですけれども、はい、まあ、何から話そうかなといろいろ考えてないんですが、まずは、まあ、木目哲也さん、おそらく哲也さんなのでてっちゃんと呼ばれてるでしょうから今日ちょっとてっちゃんと呼ばせていただいていいですか。はい、はい、どうぞ。じゃあまずてっちゃん、はい、写真カメラマンということで、はい、今現在平塚正雄写真事務所に、でお仕事されてて、平塚さんと木目さんと、まあ、てっちゃんと2人でお仕事されてるそうなんですけれども、まずちょっとそのあたり、平塚さんとお仕事するきっかけとか。はい、はい、きっかけはまず僕は1年間ちょっとサラリーマンしてたんですけど、その職場を辞めて入る時に、まあ、カメラマンって特殊なんで載ってないだろうなと思いながら情報誌を見たんですね。それってなんか、求人誌。そうです、求人雑誌。求人誌で、求人誌を見たら平塚正雄写真事務所っていうのが載ってて、うん、まあ、その一件だけだったんですけど、うん、で、あ、載ってると思ってその電話をして、ですぐに面接に来てくれっていう流れから行って、で、まあ採用になったんで今の状態なんですけども、入ってるんですけれども、まあ馬があったのか分かんないですけど、平塚が気に入ってくれて入れたというか、入ったっていう感じです。でもそれでたくさん面接来たんかな。面接、僕以外で12、3人は多分いたっていうことで、僕はもう未経験で入ったんですけど、経験者もいたりとか、まあ、あとは面白い話があったのが、来て早々こんな感じで面接を来たりとかで、平塚がそれを、お前人を話してる時になんでこんな顎とかこういう腕をやってるのっていう感じで怒ったら、ここって意外と硬派なんですねっていうのが語られてっていうような子も来たりとか、まあ、いろんな人が来たみたいですけど、やっぱりなんかな、写真とかやったらそれなりに経験があったり、ちょっと自分に自信があったりして、なんかそうですね、する人の中でピュアい、そうですね、多分本当にちょうどなんか平塚自身もその未経験、まあ、自分一から自分の思いっていうかを伝えたいっていうのもあったみたいで、でそれとまあカチンコしたのかなっていう、うまいことあったのかなっていうので、でまあ今まではそのやっぱり経験者雇う方が楽だから、経験者を雇ってたらしいんですけどね、まあそういうちょっと、自分もそこそこやってきてかわかんないですけど、で一から育てたいなっていうのがちょっとあったみたいで、ちょっとかじってるとここは違うとか、あそこは前はどうだったみたいなとか、そうですね、なんか自分のなんかその考えとか、まあいい考えでもあればいいんですけど、なんかまあそういうひねくれた感じになってしまった時が多分嫌なのかなっていうか、そうじゃなくて本当に自分がこう教えたらこういう風になるんだなっていうのを素直に受け取るっていうか、ピュア人柄ですね、てっちゃんの人柄あの、ね、それでだってそこからもう10年そうです ね、もう今年で10年ですね、この5月で。本当に今なんか徹子の部屋みたいになってね、私資料見ても知ってますよ、ね、10年です。10年ね、すごいね、はい、そうか。でもほら広告とか、はい、雑誌とか、あと自分の作品とか、はい、いろいろ撮ってるんでしょ。撮ってますね。ちょっと作品最近ちょっとサボり気味なんですけど、自分でテーマを考えて作品撮ってますし、仕事も、広告の仕事もしたり雑誌の仕事もしたり。てーちゃん写真すごい素晴らしいのっていうのかな、色がさ、はい、
なんかこう徹夜色みたいな、てっちゃん色みたいな、あ色が違うよね。あそう、色ないんかな、うん、何が違うんやろ。でも色とかってやっぱりあのこだわりますね。剥がることを剥がりの、まあ、前提でというか、まあ、デザイナーの人とかによってその色とかも変わったりはするんですけど、でもある程度こちらでその提案とかはしたりとか、うん、なんかこう質感みたいなもの、はい、なんかあの質感がありますよね。あ写真っていうよりなんか ものっていう感じがする、うんうん、なんか空気とか、そうですね、空気感とか、その温度とか、そういうのがを感じるね、うん、写真に。あじゃあ実際れっちゃんの作品をちょっと見ていきたいと思います。これは朝日広告賞入賞作品、はいはい、ですね。はい。これ何か、この子供よく寝ましたね。そうなんです、これをお母さんと一緒に添い寝してもらって寝てもらったんですけど、それまで全然寝なくて、僕たちも一緒にいると全然寝なくて、でお母さんに添い寝してもらって、僕たちは別の部屋で待機して寝てもらったんですよ。でその寝た瞬間にお母さんに届いてもらって、すぐ僕らが入ってバシバシャと撮影をさせてもらったっていう感じですね。いい雰囲気出てますね。なんかそうですね、本当に自然体で撮れたんで。で実はこの朝日広告賞2011年に撮ったのが初めて、僕はあのコンテストで賞を取った記念な賞というか思い入れのある賞ですね。初入賞作品。そうです、初入賞作品ですね。そこからあの立て続けに次の翌年、そうですね、12年には2012年、はい、京都広告賞というこれですね。はい、でもいい雰囲気出てますね。そうですね、これ実はあの僕の師匠なんですけれども平塚さん、はい、平塚正雄です。これは渋い、これなんかここはどうだとか、これは面白いみたいなのなかったんですか。まあ多少はありながらも、でももう、まあ、僕がカメラマンで撮るのできっちりと、そして2013年、はい、これも同じく京都広告賞なんですけれども、うん、これはちょっとあの準グランプリ、うん、すごいです、準グランプリってな、もうグランプリ2番っていう、2番目ですね、グランプリをあとちょっとでね、まあ基準があるんであとちょっとなのかどうかあれなんですけど素晴らしい。こうやって見ると、はい、ほら企画対象がさ、はい、正解がないから、うん、そうなんですよね。ね、これがいいけど、この場合はダメだっていうのがわからないから、すごいですね。なんか自分のもう腕、そうですね、もう勘とか腕とか、うん、チームで本当に作って、それぞれの本当皆さんで出し合った結果がうまいことを言った。っていう感じですね。そうか、なんかそしたらさ、そのてっちゃんの、むくめてつやを売り出そう会講演会でさ、なんかあの写真展とかしましょうよ。そうですね、写真展あの1回したことあるんですけど、うん、それから多分あのだいぶ時間経ってるんでまたしたいなと思ってますし、まあ、周りもちょっと同じ年代の子がしたりとかしてて、ちょっとあのなんだろう、影響を受けて、あ自分もしないといけないなっていうか、したいなっていうのがあるんで、うんうん、近々しましょう。じゃあそれと、はい、じゃあちょっとライブもして、そうですね、コラボして、うん、しましょう。そうですね、ね、楽しそうじゃないですか。そうですね、ね、あ、それはちょっと楽しいですよ、うん、もう今年
今からだったら、まあね、だいぶ作品としてはもう数がたくさんありますけど、またでも僕のそのテーマの作品とそのライブで音楽と共演してやるっていうのはまた別のテーマを設けて、新たに作品を撮ってそれを一緒に展示できればなと。じゃあちょっと秋にしましょうか。そうですね、今からだったら、今が5月でしょ。はい、じゃあ9月とか10月とか、そうですね、そのあたりに、うん、決まりました。はい、まあ、決定です。よかったよかった、もうそれは楽しそう、楽しみにしてくださいね。では今日のゲストはカメラマンの木目哲也さんでした。どうもありがとうございました。忙しいところ、いいで、じゃあまたちょっと秋に、そうですね、やりましょう、やりましょう、楽しみです。はい、終わり。